市桜組の皆さんです。花嵐桜組の皆さん、記念すべき参加が20回目となりました。故郷自慢のテーマは平貝町、そして秘伝物語、椿山伝説、津軽三味線の重鎮高橋竹山、特別天然記念物の白鳥、そして養殖ホタテ、海あり山あり人情あり、ぜひ皆さん平貝に来てみなーいというメッセージいただいております。それではお願いいたします。青森花嵐桜組の皆さんです。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。青森から参りました青森花嵐桜組です。どうぞご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。花嵐2024悠々爽快、おいでよ平貝、構えよ。